こんにちは、エンタメゴシップニュースです。選手やコーチに対する厳しい発言はパワーハラスメントではないのでしょうか。阪神監督として6日に歴代最多の515勝をマークした岡田彰布監督66の発言について SNS 上でこのような声が広がっています。岡田監督は2010年から2012年途中までのオリックスの監督として通算704勝、2022年7月現在を記録し、歴代20位にランクインしています。彼は2回のリーグ優勝と1回の日本一を果たし、名将としての地位を確立しました。しかし、今シーズンはチーム打率がリーグワーストの224であり、224得点でリーグ4位という歴史的な低打率に苦しんでいます。現在、首位の広島とは1ゲーム差で3位につけており、昨シーズンの独走優勝と比べて苦しい戦いが続いています。このため、岡田監督はマスコミを通じて、選手やコーチを批判することが少なくありません。岡田監督は、敗戦した6月30日のヤクルト戦で、上田選手がアウトになったシーンについて、信じられへんわ。何でもいけじゃないやろ。こんな狭い球場で、そこは状況判断やんか。先行で1点負けてて、2塁、3塁でええんちゃう？投手が左で、次は2本タイムリー打ってるバッター、梅野やでと、藤本コーチを厳しく批判しました。その発言から、岡田監督は指摘した内容を、藤本コーチに直接伝え、状況判断の重要性を、強調していることがわかります。彼の意図は選手とコーチの向上を促すことであり、そのためには厳しさも必要と考えているようです。18日の日本ハム戦では、逆に簡単だろう、行けと言ったら終わりだろう、コーチも行かせる勇気がないのだろう、藤本が止めているのだろうと、タッチアップを自重した判断に激怒していた。昭和の時代ならともかく、今の時代、岡田監督のような上司は一般社会ではもちろん、スポーツ界でもパワハラと認定されても不思議ではないでしょうね。阪神、中日などでプレーした評論家の田尾康史氏は、自身の YouTube チャンネルで、言ってはいけない言葉と苦言を呈し、横浜、日本ハム OB で、2004年アテネ五輪の長島ジャパンで、三塁コーチを務めた高木豊氏も自身のチャンネルで、藤本がイップスになると批判した。現時点ではアンチ岡田は少数派であり、むしろ岡田を支持する声の方が大きいことは確かだ。ではなぜ、衝撃の理由とは何か。阪神、南海の元選手である江本武則氏は自身の YouTube チャンネルで、一般の人々が行っている岡田批判に対して次のように反論しました。プロとして判断力を向上させるためには、コーチのレベルも向上させる必要があります。プロ選手が犯したミスに対して、プロ選手がきちんと責任を取ることが必要だと思います。最近では、みんながお互いに選手やコーチのミスをかばい合い、いい顔をして外面をする風潮の中で、ただ一人率直な意見を述べる監督だと感じました。江本氏は、サンスポ7日付で評論家を務めており、球団歴代最多勝利を達成した岡田監督について、監督らしい監督という表現がぴったりだ、これは大監督野村克也さんに通じると称賛しました。落合博満氏も以前に述べていたように、プロという世界では選手もコーチも成長しなければ無職になってしまう厳しい世界なのです。最近は野球界も優しい雰囲気で対応しているように見えますが、そんな姿勢で看板なプレイをされて、観客が満足すると考えているのでしょうか。言われる側としては大変だと理解しますが、岡田監督が述べていることは事実であり、プロであればそれを受け入れるしかありません。それが嫌なら、少なくとも阪神のコーチを辞めるべきであり、辞めなくても成長しなければクビになってしまいます。繰り返しになりますが、プロなのです。会社の新人社員ではありません。自分のためになることです。
岡田監督の勝利数は名将の域に入り、阪神監督としての実績もピカイチです。自ら日本一の阪神ファンを公言するなどチーム愛もある。甲子園は連日満員御礼で、1試合平均の観客動員数は12球団でトップの 41,788 人となっており、岡田監督に対する期待は高い。中高年世代の上司たちが是々非々でチーム強化を進める、岡田監督を支持している可能性があるという。岡田監督に対する批判が少ないのは、球団 OB や在阪マスコミが積極的に批判しないことも影響している可能性があります。球団の監督にとって、かつての選手や現地の報道機関は時に味方になることもあれば敵になることもあります。彼らの意見や情報が監督の進む道を妨げることは少なくありません。岡田監督が OB から高い支持を受けているというのは、ある中堅 OB の意見です。岡田監督は生え抜きのスター選手であり、1985年の日本一を達成した際の監督である吉田義男さんが後ろ盾となっています。吉田派は OB 界の最大派閥であり、岡田監督が任期満了で退任した場合、川藤幸三 OB 会長の後任として推す意向があります。 OB は地元マスコミを中心に評論活動をしており、特に金本や矢野監督時代には2人が戸様であったこともあり、低迷時には采配や選手起用に対して繰り返し批判していました。しかし生え抜きの岡田監督に対しては、応援しよう、温かい目で見守ろうというムードがあります。在阪マスコミも阪神が下位に低迷していない限り、岡田監督への批判はほとんどありません。また岡田監督が昨年から何度か取材拒否をしていることもあり、かなり気を使っているようです。7日には DeNA にサヨナラ勝ちし、貯金を2にしました。岡田監督は今年2年契約の最終年です。現在は擁護の声が多いものの、勝率が5割を割って優勝争いから脱落するようなことがあれば、一転してアンチの声が広がるかもしれません。ネットの声を見ていきましょう。プロの世界で一般社会よりたくさん収入ある世界で、暴力は一切ダメだけど、厳しい叱責は問題ないよな。何でもハラスメントって注意もできないし、コメントで厳しい叱責的会話も実際の裏ではちゃんと話してるかもわからないしね。あくまで上辺をすくっただけで裏もわからず、批判する記事はどうなんかな。実際に何でも GO のコーチャーはいらないのが現実やし、注意なくリリースよりは改善でき、選手と日々成長していいんじゃない。岡田監督は報道の取材に語ったのであって、直接藤本コーチに言ったわけではない。そしてコーチと何を話したのかは誰も知らない。これ直接の話ではフォローしつつ話していないとやめますという話になっていてもおかしくないと思うんだけど、そうなってないところを見ると、直接間接にフォローしてるんだと思う。今の監督さんは何でも包み込むような雰囲気を作ったり、選手とフレンドリーな距離感を保ったりが主流なようですけど、いいではないですか、こんな監督さんがいても。岡田さんは解説者の頃から監督の采配にズバズバ物言ってる人でした。結果が全てのプロの世界、いろんな監督さんの個性を楽しませてもらいたいです。ランナーの進塁判断は三塁コーチの重要な仕事の一つなので、それをミスると叱責されるのは当たり前だと思うけど、それで萎縮しつつって今後その仕事ができなくなるようなら、三塁コーチはやめた方がいい。プロなんだから、それをバネにして跳ね返すくらいのメンタルは必要でしょう。昭和の時代ならともかく、今のご時世、岡田監督のような上司は一般社会ではもちろん、スポーツ界でもパワハラ認定されてもおかしくない。ほんまにそう思ってるか。岡田監督のようなできる上司から叱責されることはとても貴重だと思うぞ。叱責、注意されなかったら、
それだけ期待してないということじゃないか。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。